皆さんこんにちは、メノブランシュの山本です。本日は、シェフも私もおすすめしておりますプッシュしてる、ワインを今日は紹介させていただきます。こちらの、生産者の名前はラウル・ゴートランといいまして、まあ、父と息子で、息子さんと、中心に、こちら、やってますあのワイナリーさんです。でこのドメイヌさんが実はあの先日あのメゾンブランシュに食事に来てくださいまして、この3種類の、シャブリとあと、うちのシェフのフルコース今、1月に来てくださいましたので、その時のシーズンだったカニを使った料理あと魚介の牡蠣、タラの白子お魚ののどぐろなどを使ったフルコースと一緒に飲んでこの水3本を飲んでいただいたところ、とてもあのどの料理ともあのうちのワインと、非常にマリアージュが素晴らしいというふうに、言ってくださいましたので今月2月に、ぜひこの3種類のワインを、提供したいと思っております。こちらの、まず真ん中のプルミエクリューの方は、ちょっとあとそしてこちらの、グランクリューの2種類は、ボトルにてちょっと提供となります。そしてあとこちらですねビエーヌビーニュ、本日の、今週のおすすめのワインの1本となっております。こちらはあのグラスでも提供しております。私も実際あの3本すべ、てテイスティングさせてもらったんですけどどのしゃぶりも、一言美味しいの一言なんですけどちょっと見えにくいかもしれませんがこの緑がかった色とあとですね香りも非常にいろんな香りがします。レモンやグレープフルーツの皮のような香りやあとは蜂蜜そしてほのかな、まあ、タルコですね。飲み口もシャブリ特有のミネラル感もありますし初めにすごく、他のシャブリより結構酸味が強めになっております。で後からまあミネラル感と、まあ、樽の香りと、さまざまな味が、楽しめるようなワインになっております。もううちのシェフもシャブリがとても大好きでありますしもうぜひあのこのワインとシェフのお料理のマリアージュを軽くサラダ系の前菜に軽く1杯飲むだけでもあの本当にあの合わせやすいと思うのでぜひ皆さんこちらの、シャブリ、ラウル・ゴートランさんの、ワインをぜひご賞味いただきたいと思います。